介、こんにちは。ちょっと、最終戦ね、まあ、一応昇格は決まったけどね、残り1試合、この90分間、しっかり勝って、まあ、練習の時も言ったけど、もうね、年明けて、来季が近づいているっていうところで、でね、相手も同じように一部に上がってきて、同じく対戦するので、まあ、そういう意味も含めて、しっかり勝って、リーグ戦でもね、自分たちがアドバンテージを持ちながらね、余裕を持って戦えるようにっていうところで、しっかりみんなで、最後盛り上げてね、勝ちをもぎ取っていい形で今シーズンをまず、ね、終わらせましょう。どうもー。お疲れ様。危ない。この間全然モチベーションが違うぞ。ね。大事な試合だよ、これもね。しっかりと。最初のファーストプレーからね、しっかり集中してできるように、もう一つ、ね、集中力高めてやりましょう。よし。入り方ね、入り方。じゃあ行こうよ。今日しかないよ。はいはいはい、最後の試合、終わった後に、心の底から、喜びを分かち合えるように、この試合絶対勝ちましょう。よし。よし。勝って終わりましょう。よし。いざ！よし！よし！よし！3、2、1、はい、いきましょう。はい、仲間よ。落ち着いてね、リラックスする時間だとか、
さあスイッチするタイミングを伺う。はい、準備頼むよ。よし、行かす。よし、ありがとう。よし、行こう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 、はい、よし、行こうだよ。背中先よ。はい、行こう。よし、そうでしょ。前目にやっぱこれ、はい、2回目。いきましょう、コウキさん。はい、はい、行こう。あ、ヒデ行くよ。はい、行こう。最後に行く。よし、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 行きましょう。はい、コウさん。大丈夫だね。はい、行こう。はい、はい、行きましょう。よいしょ。ナイスサクラ、ナイスサクラ、ナイスレンタ、レンタ、レンタ左、どうぞ、どうぞ、ショータ、ショータ、22、25入ります。そうです。レジョレジョ。さあ、パパッと行こう。いいですか。はい、大丈夫です。入りましょう。
りましょうじゃない。一人三後ろの3人目の方顔が隠れてます。大丈夫、はい、大丈夫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 大トビ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 トヒデヤス行こう、レモンの入れもん。一番嬉しい。いやもう準備してる準備してんじゃん。これ全員同い年。同い年。96年。多いね。はい行きますよ。最大派閥。はい。はい。もう一枚行きます。はい。キープ。はい。オッケー。はい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 。もう一枚行きます。はい。3。オッケーで。はい。はい行きます。はい。3、2、1。はい、オッケーでーす。オッケー、行きますよー。はい、3、2、1。これ、デスポの、デスペルーゴの U23 とかです。はい、もう一枚行きます。はい、3、2、1。はい、オッケーでーす。はい、3、2、1。はい、もう一枚行きます。これは何ですか？公平です。はい、オッケーでーす。いろんなあれを作ってくれる。いろんなあれあるんですね。バリエーション中、いっぱいあるんで。オッケー、お疲れさん。お疲れさまです。おめでとう。こうやって全勝でね、終えられたっていうのは1年間のみんなの、ね、努力の成果だと思いますし、またここから、ね、もう2月入って県選手権が、始まるんで、まあ、そこから新たな旅が始まる中でここからすごい厳しくなってくるんです。自分の力を出し切ってくれて、もう選手が本当に勝ち取ったものだと思いますし、本当に皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。まずはお疲れ様です。お疲れ様でした。試合を振り返ってみてどうでしたか？まあ、先週昇格が決まって、お互いに決まった同士だったので、まあ、少しこう気の抜けた入り方になるのかなと少し心配はしていたんですけども、まあ、しっかり我慢しながらっていうところの中でスタートしてくれたので、入り方は悪くなかったのかなと思います。はい、で、まあ、1年間を振り返ってみて、結構シーズン序盤苦しい試合展開が続いたと思うんですけど、その中から尻上がりに調子が良くなってきて、なんか阿部さんの中でそのターニングポイント的なのはあったのとかあります？まあ、あの永井といろいろ話しながら、どういう戦いが今いる選手の中で、いい方向に進むのかなっていうところの中で、いろんなこう形だシステムだったりっていうところをいじっていったけれども、なかなかこううまくいかない試合が続いて、まあ、そこの中でこう自分たちが想定したよりもなかなか
相手がこうそこまで良くないってなった時に、それでも自分たちのこう少しこう受け身になるような戦い方でいいのかっていうところを少し修正したところから良くなったのかなと思います。はい、じゃあ本日は本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。まずは全勝優勝おめでとうございます。おめでとうございます。まずは率直に試合を振り返ってみてどうですか？そうですね、やっぱ多分今シーズンで一番難しい試合だったのかなと思います。まあ、メンタル的にも含め、モチベーションの部分も含め、まあ前節の結果で1勝相手、まあ昇格がその、はい、高い以上の結果で決まったっていう中で、なかなか難しい試合だったと思うんですけど、まあ本当の意味での多分チーム力が出た試合なのかなとは思います。はい、でその中で今回は後半40分に値千金の決勝ゴールを挙げたんですけど、ゴールを振り返ってみてどうですか？そうですね、和樹さんがいい形でボールを奪って持ち上がってくれて、本当に落ち着いて横パスくれたので、僕は本当にもう流し込むだけだったので、もう和樹さんの得点です。で僕思ったんですけど、多分元気さんがゴール決めて、まあ、チームを通してベンチに走ってくるっていうのが多分初めてだったんですよ、過去2年間含め。なんかそういうのって、いやですうーん、深くは考えてなくて、だけどベンチを向いたらみんな喜んでるから、いや行っとくかみたいな感じだったんですけど、まあ僕なんで点、なんだろうな、サッカーやってての楽しさというか喜びというかは、やっぱ点取った時に、まあ、この前の荻野の試合もそうですけど、まあ、歓声が出せない中、ああやって拍手とか で僕が点取って、喜んでくれる人がいるのを見るのが気持ちいいっていうか、嬉しくて、あ、点取りたいな、毎試合点取りたいなっていうモチベーションなので、そういった中で、まあ、ああいうゴールが決まってみんなが喜んでる姿が見れたので、そこに飛び込もうっていう感じでベンチに向かいました。最後も来季に向けてちょっと早いんですけど、そうですね、本当にここの時期までサッカーしてたっていうのはなかなかなかったし、まあでも休まずそのまま迎えられるっていうのは、まあ、コンディションの面を含め、まあ今までやったことがないのでどうなるか分かんないですけど、まあ、維持したまま迎えればいいのかなっていうところと、まあでもメリハリもすごい大事だし、なんだろうな、まあそこの切り替えの部分をうまくスムーズにシーズン2に向けてできたらいいのかなと思うのと、まあ今日、まあ、昇格リーグ2試合の相手っていうのがやっぱ県の一部の、ベースとなるレベルになってくると思うので、その中でどちらかというとできなかったことの方が多いと思うので、まあ、そこを、まあ、新しい選手が来てとか、まあ、今いる選手たちがどう成長していくのかっていうところが、まあ、大事なのかなと思うので、はい、ここからが大事なのかなと思います。ありがとうございます。じゃあそれでは本日お疲れ様でした。ありがとうございました。